男組は夢かと覚えた者もにも我が身いとどいつかしゅうぞ覚えたまいけんかし女はいと恥ずかしと思いしみてものした者もねももびまされるお恩ありさまいとどあかぬところなく目安し世の試しにもなりぬべかりつるみを 心もてこそこうまでもおぼし許さるめれ哀れを知りたまわぬもさま異なるわざかなと恨み聞こえたも少々の進み出しつる足書きの趣は耳とどめたまいつやいたきぬしかないいたきぬしかなな川口のとこそ差し依頼 依頼まほしかりてとのたまえば女糸を聞き苦しとおぼして朝日名をいい流しける川口はいかがもらししせきのあらがき朝日名をいい流しける川口はいかがもらししせきのあらがきさましとのたまおさま 糸米きたり森にける茎田の席を川口の朝木にのみは仰せざらなん森にける茎田の席を川口の朝木にのみは仰せ皿なん 男組、前々から、ね、こういう、まあ、いわば、えー、男女の濡れ場の場面になるとこの男の方は男ここはまあ男気味と言ってますけれども単に男あるいは女 というふうなう非常に生な言い方になるわけです。ここもそ,そういう気分ですね。女はというふうに言ってます。夕霧と雲の狩りの。 れのところです。男気に夕霧は夢かとばかり思いになるにつけてもこうして今 くもいのかりの父親の内大臣に認められて、まあ、ここまでやっとこぎつけたわけでそれで我が身いとぞいつかしゅうぞ覚えたまいけんかしそういう我が身をなかなか立派なもんだ とお思いになったことであろうよ一方女曇りの狩りの方では大層恥ずかしいと心に思いしみて おいででいらっしゃる。その様子も、ねびまされる御恩あり様もう、二人の声がのなかなか認められないで、成就しないまま、六年も経っているわけ。 乙女の巻の時にはこの少女の方はまだかたなりの年頃だったそれが今はいと恥ずかしと思いしみてものしたものも胸の中でそう思いしみて 恥ずかしいとお思いになっていらっしゃるその様子もそして今はもうねびまされる恩ありさますっかり、えー、女として成長していらっしゃるその様子いとどあかぬところなく目安し大変 十分だと思われるところがないほどに見てくれがよく美しい夕霧が世の試しにもなりぬべかりつるみを心もてこそこうまでもおぼし許さるめれ。 もう長い苦しい恋であったわけですから小枯れ死にに変な死に方をして世間の試しにもなりそうなところであったここに引き歌があって「ご先祖の恋の歌」ですが。 恋を浴びて死ぬちょうことはまだなきを。世の試しにもなりぬべきかな。恋を浴びて死ぬちょうことはまだなきを。あなたにもう焦がれ焦がれして、そしてそれが思いがなかなか遂げられないで帰還して死んでしまうということはまだ、うん ありませんけれどもでも後々の世の人々の語り草になっていくような私たちの恋ですねというふうな。 古今宗の代表的な歌人の美部の忠実の歌です感銘で女性が我々に豊かにある歌人ですその歌を弾き歌にしてそして自分たちの同じような考えの起こってくる恋そのことを今相手に 息歌を踏まえて語っているようなところですね世のためしにもなりぬべかりつるみをあの定ねの歌の言葉の通りこがれじに,に死んで 世のためしにもな,なったはずのそんな境遇を心持てこそこうまでもおぼし許さ,れ許さるめれここまでその心を組んでお許しくださったのでしょうよ。 それなのに哀れを知りたわぬもさま異なるざかなあなたが私の思いのほどの真意を汲み取ってくださらないのは 私の思いを分かってくださらないのは格別のことですねというふうに恨みを込めて遊戯がおっしゃる。 少々の進み出しつる足書きの趣は耳とどめた,たまい玉逸やいたき主かななこれは前のところに先月やったところにありましたあの歌の得意な内大臣家の一番年若い金たちの少々が自ら進み出てそしてバ原の足書きを歌いましたね。 そしてその足書きの歌の内容がああいう内容だったわけで西原ですから素朴な感じの歌ですけれどもそれだけにあらわに声に絡まったなんかあのちょっとコメ,コメディー風な内容だったわけです。そそして、の内容が きによっては当事者である者たち、あるいはその恋の成り行きを知っている内大臣をはじめ、えー、とする人たちにとってはそれぞれ、えー、その人なりに俺のことを当てつけているのかしらというふうな気がするそういう内容だったわけですね。だから内大臣も、うん、俺が頑固に、 えー、若い二人の恋を許さないでいるそのことを当てつけているのかしらと思ったり、えー、ここでは夕霧はなんかあの自分たちのことを少しからかって風刺風刺しているように取れるような気分で言ってるわけです。あの少々が自分から進んで歌い出した あの、足書きの内容というものは、えー、内容というものに「あなたも耳をおとどめになりましたか?」「痛き主かな?」「あの少々はひどい人ですね」それに対して私は川の口「川口の」とこそ差しらえまほしかりつれこの「 川口というのも西原の歌の言葉ですが皆さんのテキストにもきっとそれが欄外に出ているでしょうが川口の咳のあらがきや咳のあらがきや守れどもほれ守れども入れて我ねぬや われて我ねぬや関の荒垣まあ川口というのは固有名詞地名ですが同時にそういう地形の土地でもあるわけでしょう。あちこちに川口っていうところがあってこれはどこの国の川口だと特定はできませんけれどもその川口の関の荒垣関の荒垣を。 その席のあらがきを一生懸命守っているけれどもでも守りきれないでその隙を見て俺は共に誘って寝たことよ共寝をしたことよ俺は出かけていって寝たことよ席のあらがきを。 あまり役に立たない席のあらがきよ。いうふうな。まあ、民謡ですが。その川口を。あの。少々の。足がきに対して、えー。歌いたかった。と。夕霧が、こう、ここで。言うわけですね。川口の。云々とあの。 川口の歌を歌ってそして返答してや,やりたかったことだったとおっしゃるというと「女意を聞き,聞き苦し」とおぼしてそのおとなしい慎重な夕霧にしては少し気を許してここで雲井の彼にこんな胸中を多少調子に乗ったような感じで言っているわけですね。それを女は、ね体操 聞き苦しいと思って浅き名を言い流しける川口はいかが漏らししのあの荒垣あの時浅ましい浮き名を漏らされたのは一体どなたが どうしてあの席のあらがきを超えるというそういう内輪の姫ご事を漏らされたのだったのでしょうかね。あまりひどい方です。浅ましと。う 夕切りに恨みの思いを込めたような言い方で言うわけですねそう深く深刻に言ってるわけじゃないんですけれどもの夕切りが割り合に軽い気持ちを珍しく出してそしてこういう言い方をしたのに対して歌で女の方が少し 男を戒めるような、あるいは男を演じるようなそんな歌い方で言ってるわけです。ましと言ってひどい方と言ってるわけですけれどもこのひどい方はあの非難をそう強く込めて言ってるというよりは愛情を込めて言ってるひどい方ねというふうな言い方ですね。その、 そんなふうにおっしゃる様子も糸をこめきたり大層若々しいまだ子供見えたそんな感じでおっしゃっているそれに対して夕霧が少し打ち笑いて、森に行ける 田の石を川口の朝木にのみは大せざらなの森にけるつまりひ、えー、むげきことひめと、恋のひめとそれをそれが世間に漏れて っってしまったことをそのことを茎田の席を川口の朝日にのみは仰せざるない茎田の席と川口とは同じ場所茎田の席のあるその川口のというふうなそういう言い方の気分ですね。福田の席の その川口の浅さ水の浅さすなわち私の心の浅さをそんなにとがめないでくださいとこう言ってるわけですつまりあの幼い声が おばあさんの膝元でなんかこうその庇護を受けてそしてむつ、えー、まじく育った幼なじみの恋だったわけですね。で幼い不用意もあってそれがそ外へ漏れてしまった。父の内大臣に、えー、知られてしまった。 それで内大臣が怒って2人の間をずっと6年間もせきせき止め続けてきたわけです。で2人はひどい目に、えー、苦しい目にあってじっと耐えてきたわけです。そのことを女の雲江の狩りの方がここでこちょっと演じるように恨みを 多少込めた思いで、えー、しかし甘えるような気持ちで言い出したわけそれを受けて森に行ける茎田の席をその川口の浅いように私の心が浅かったそのせいにだけかこつけてお責めにならないでくださいなと言って答えているわけですね。